皆さん、こんにちは。中国上海情報チャンネルへようこそ。本日は、春節の上海外滩、歴史建造物をご紹介します。ウプヌシは、上海に駐在して、早3年経ちました。大連に3年、中国には合計6年住んでおります。まずはハンバーガーで腹ごしらえ。現在、中国のお正月の春節にあたり、本来なら日本へ帰国しますが、コロナ禍で帰国がままならないまま、上海で過ごしております。コロナがない時期は、年に3回帰っておりましたが、このコロナ禍では、1年に1度も帰れない場合もあります。この一帯は、19世紀後半から20世紀前半にかけての疎開地区であり、当時建設された西洋式高層建築が立ち並んでおります。何軒かご紹介します。マクベインビル、アジアビル、所在する土地の番号から、外滩1号と呼ばれることもあり、長い間、アジアビアブラ公使が、この土地を借りていたことから、アジアビルとも呼ばれます。上海クラブビル、上海総会大楼、1861年にイギリスが建築した3階建ての建築物であり、1905年に再建されました。1階の大きいダイニングルームは、白と黒の大理石吹きであり、入り口の階段は、シチリア産の白大理石で作られました。イギリス紳士会がかつてあり、1920年から1930年の上海で最も高級なクラブでした。1971年から1998年までは、ドンファンホテルという名で使われました。1990年から1996年には、館内に、ケンタッキーフライドチキンの上海1号店も入っていました。その後改装され、ヒルトン系の最高級ホテルブランドであるウォルドルフ・アストリアが、2010年10月に開業しました。1911年製の手動式エレベーターが、今でも使われています。ユニオンアシュランスカンパニーズビル、ユーリビル。1916年に完成した建物で、この建物はいくつかの保険会社に使われました。現在はユニオンバンク系列の保険会社ユニオンアシュランスが入っており、またシンガポール系のショッピングセンターも入っております。旧日新汽船上海支店ビル、日本資本の海運会社、日新汽船株式会社と、ユダヤ系の商人が資本を出し合って、1925年に建設されました。現在では、高級料理店などが入店しています。
中国通商銀行ビル。中国通商銀行は、中国人の創立した初めての銀行会社です。もともとラッセル商会が使用していたビルを競売で買い取った売単で、一番古い建物です。現在は、動画の通り、香港上海銀行が入っております。大北電報公司ビル。デンマークの電信会社グレートノーザンテレグラフ、大北電報公司が社屋として建築しました。1907年に建てられ、建物全体はネオバロック風建築で、ビル両端の天井ドームが特徴的です。現在はタイのバンコク銀行が入っております。旧酒泉商商局ビル。もともとこの土地にはラッセル商会の事務所があったため、ラッセル商会ビルとも呼ばれており、1901年に改築されて現在の建物となっております。レンガと木によって建てられており、3階建てで外観はルネッサンス風であり、1階部分は石造りです。香港上海銀行ビル。1923年6月に完成したビルは、新古典主義建築の建築物であり、6階建てです。1923年から1955年にかけて、香港上海銀行上海支店が入居していました。また、1949年に、中国共産党が上海を占領した後、上海市議会が使用し市庁舎さながらであった時代もありました。現在は、上海浦東発展銀行が入店しています。これは金になってるやつ。公開館。1927年に建築された8階建ての建物。上海外滩のシンボル的な建物の一つです。現在も、中華人民共和国会館総所上海会館の事務所が入居しています。イギリスウェストミンスター宮殿のビッグベンを模して建築しており、時計台が特徴です。現在でも、15分ごとに鐘が鳴ります。電池の関係で撮影はここまでです。ありがとうございました。